もう大木さんの島みたいな。どういうところ？毎日がなんかワクワクドキドキ。92年優勝しかけたじゃないですか。から阪神に移って、どうでした？雰囲気違いましたね。全然違いますよね。どういうふうに違う？やっぱりもう見られてるって感じ。もうみんなそれが強いですよね。やっぱりね。やっぱマスコミの、うん、新聞の面、あの一面のね、うん、大きさが全然違います。よく言われるのは、はい、近鉄の選手なんてどこで飲んでても誰かわからないとかってね、はいはい、だからもう無茶できるみたいなね。そういう話をよく聞いた。あのやっぱりタイガースとか巨人とか、はい、そういうところは、まあ、テレビにもよく出るし、そうですね、顔がね、顔もするから、だからやっぱそんなね、やっぱりここにタイガースがあるんだぞっていうことをね、よく言われて、それはやっぱ感じましたか？感じましたね。あ、その前にですね、僕らってあの近鉄サイパンキャンプやったんですよ。そうだよ、僕取材行ってるもん。あ、そうですか、ありがとうございます、うん、10年か十何年サイパン行ってるんですよね、はいはい、もう本当に近鉄の島なんですよね、もう。そうだよね、サイパン自体がサイパンっていうに住んでる人たちってすごく親日派だもんね、はい、そうですよ。やっぱりあの戦争の時に日本の人たちがすごく優しかったっていうね、そういうところで非常にあの親日派で、はい、みんな温かかったなっていう印象なんですよ。本当にサイパンのキャンプはもう豪快で、うん、はい、もう大木さんの島みたいな。大木さんやっぱりかなり毎日飲まれた。もうだよね、めちゃくちゃ元気なんですよ。そうだよね。でこのおっさんいつ寝てんやろってみんな言う。選手が心配する監督ね。珍しい。すごいし、まあすごい、まあ、それに中西太さんがついて、太さんがいてね。だから西鉄さんはでも細かいでしょ。細やかでしょ、ね、ちょっとね、はいはい、西鉄の豪快なね、うん、方たちの。そうか、あれだって西鉄の頃の中西さんと大木さんって言ったら全く中西さんが全く4番レギュラーで、大木さんまだ控えでちょこちょこっていう感じのね、それが逆の立場でやってるんだもんね。でも大木さんどっちかというと上手肌ですもんね。ああそうか、まるっきり違うんです。違うんだね。もうピリピリしてましたね。そうか、それで阪神に移ったらちょっとやっぱりちょっとこう萎縮したような感じが。いや僕楽しかったですね。楽しかった、すっごい良かったですね。あ、本当？どういうところ？毎日がなんかワクワクドキドキ、うん、そのワクワク感のあり、はい、ドキドキ感のあるっていう。っていうのはやっぱりこう植えてましたよ。植えてるっていうのは野球に植えてってるのと、そのファンの方たちにアピールするっていう、うん、だからそのいっぱい来てくれる。そうなんですよ、中でプレーができるっていう喜びね。野球する、それは僕は西武で2年お世話になった時にそれは感じた。あの西武はね人気あったんだけど、それこそ近鉄行ったり、あの日ハム行ったり、ロッテ行くともう何千人か、下手すると1000人いるんかなぐらいの。いやもう数えてましたもんでしょ。今日レフト35人5人、6人ライト。今でこそパ・リーグもね、お客さんがこうやっていっぱい入るようになったけども、あの頃のパ・リーグは本当に寂しかったね。すごいですよね。そっか、まあ、あれが当たり前みたいな感じで10年、ああ11年ぐらいいましたんでね。そうだよね、そこからまあ阪神で、はい、いくらあの、まあ、勝てない時期だったとはいえ、それでも勝てなかったよな。もうこんな負けていいのっていうぐらい負けるんですけど、ね、勝てなかったけど、それでもまあお客さん来てくれるしね、まあ、マスコミも取り上げてくれるしね、そうか、ちょっとね頑張ればやっぱ張り合いやった。ワクワク感がものすごくやっぱり人生を生きてるなっていう、野球してるなっていう。僕はもう久保とも3年一緒に今ねやってた時期見てて思うのは、やっぱ久保っていつもニコニコ出して元気なやつだなっていうね、文句言うような感じ全くしないし、あやっぱりなんか楽しそうにやってるな。楽しいですね、やっぱそうだったんだね、うん、あの急にこう近鉄の時すごくもうグッとこう、うん、下向いてましたんで、急に弾けてましたんで。なるほど、やっぱり楽しいしかなかったかなっていう。それから8年、大変ですね。92年優勝しかけたじゃないですか。あの時なんかもうしてほしかったですよね。あれいなかったですか。いや僕1年目の解説だったの。あ、解説ですか。あの時にラッキーゾーン取った年 です、ね、中村の、あのかっちゃんですね、かっちゃん監督が、もうちょっとどしっと考えてたら優勝したんじゃないかなと思いながらね。まあ面白いシーズンでしたね。面白いシーズンだったね、マイクがどういうわけか急に、あ、そうです、あの良くなってね、急に目覚めてですね、マイク様様で、はい、つっかえ棒、おつっかえ棒いるぞって平田がよく言ってたんです。何をつかえ棒？つっかえ棒、つっかえ棒こうなってた。マイク、そうか、下げないっすよ。
もう次の年まだしょぼんとしてるから、まあ、そうですまあ、うん、まあでもね、あの、うん、ああいう野球選手というのはああいうふうにバーッとこう栄光をつかむような大活躍、うん、1年でも、うん、ね、一時でもいいから、はい、ああいうものがあると幸せですよね、確かにね、だって自分の好きなことをみんなでこうやって見てくれて、いろんなこと言ってくれるんだもんね、もうあれは本当にやっぱり、うん、今、まあ、話し飛びますけど、コーチ業も長くね、23年コーチ業やったんですけど、はい、やっぱり強度の星の選手たちが来て、うん、はいはい、でそして1軍に入って1つ勝って2つ勝ってってあるじゃないですか、うんうん、そうするとこうな全く1軍も出ないし、うん、1軍のマウンドも踏まないし、うん、1軍にも上がらないし、で終わっていく、ね、終わっていく人たちでもういっぱいたくさん、もういっぱいほぼ見てるから、そうなんです、皆さんがあんまり知らない人たち、知らない間に終わっていく人たちが、ね、いますからね、本当にやっぱり2軍のコーチして育成している時なんか、うんうん、やっぱり1軍に行ってきます、頑張ってきます、1試合投げましたと言うと、うん、やっぱり写真のパネルとかですよ、そういうのって何枚かで残るじゃないですか、残るものね、1軍の試合で投げて、それこそ自分の子供、孫たちにこれはこんなんだったんだよって後々ね、話できるもんね、もう何の、なんかのお店やっててもね、ああそうか、お店でもね、で、ま、パネル飾ってあるじゃないですか、昔からね、飾ってる、あのどこどこ来そう、ね、新聞社来そうのね、やっぱりこうプロ野球選手としてやっぱ少しやったっていう証が誇らしげにこうあるっていうのが、じゃあその選手でやった21年、21年、ね、21年、やっぱり楽しい人生でいけたっていうのは、ね、いやもう最高でしたね、550試合投げさせてもらってるんですよね、一軍だけで、すごい楽しいと思える人生っていうのはすごく聞いてていいわ、うん、そうですね、みんなもうきつかったとか、なんかもうもっとこうしたらあの人にいろいろ言われてダメだった、だから自分で動かしてるじゃないですか、そうか、自分でトレード出してくれって言ったらね、で2回目の、阪神から近鉄に移る時も、うん、はいはい、直訴して、また言った、直訴して、ちょ、その時の監督誰野田2軍監督やったんですよ、野田さんだったんだね、はい、で1軍が、平さんで、藤田平さんで、でまた仕事場が全くなくなって、はい、で2軍戦にずっと行ってて、でそこ2軍戦でもう雨降って、はい、ボーンとしてて、で野田さんの部屋にちょっともう、うん、頭きたなと思ってもう待ちきれんと思って、はいはい、コンコンって行ってでも野田さんはその大木さんみたいにバシッと来ないでしょ、おろおろで、おろおろでしょ、いやもう使うよみたいな感じで、そういう感じでね、で、直訴して使わないから出してくれってまたこう言って、いやでも選手ってそんなもんだよね、そうです、本音はね、本音はですね、うん、それを言うか言わないかだけでね、だから本当にやっぱり自分のことを思う、うん、っていうことになれば、うん、自分で動いた方がいいです、そうだよね、思い切って言った方がいい、うん、まあ僕も言ったけどね僕も言ったけどね、うん、いやそうだよね、でしょ、そこでくすぶってるよりはね、そうなんですよ、それで悶々としてくすぶってですよ、うん、誰のせいでクビになったとか、うん、終わったとか、うん、 そうだよね、そんなごちゃごちゃ言ったら、うん、自分のせいでクビになったって言った方がいいじゃないですか、いや、そうだよね、そうだよ、自分からアピールしてね、そうです、仕方ないやんって、本当そう思う、一生懸命、でも一生懸命やってたら、うん、それが出るんですよ、そうだね、一生懸命やってるから言えるんだよね、自分でね、やっぱ努力をどっかで出したい、発揮したいっていう思いがすごく強いんで、うん、やっぱそれをこう言わしてしまうものが努力だと思うんですよ、ね、いやいや、自分で言うたらあれですけども、いや、あのね、次回、はい、今度はね、久保選手じゃなくてね、久保コーチ、はい、これをね、ちょっと皆さんにね、いや、これね、やっぱ優秀なコーチだからね、その辺のね、ちょっとあの秘訣、はい、あのいろんな若い選手が伸びていくんでね、はい、その辺をね、ちょっと皆さんにね、ご紹介したいと思います。今日はどうも、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。